穴八幡宮は東京都新宿区西早稲田二丁目の市街地に鎮座している神社。虫封じのほか、商売繁盛や出世、開運に利益があるとされている。旧称は高田八幡宮。やぶさめ像やぶさめ法能やぶさめ法能社殿によれば、1062年、源義家が欧州からの外線の途中、この地に兜と太刀を納め、八幡神を祀ったという。 1636年、ここに、的場が作られ、この八万宮を守護神とした。1641年、宮森の世を作るため、車窓両将が南側の山裾を切り開いていると横穴が見つかり、中から、近藤のご心臓が現れた。掘った人は、めでたびとを喜びし、以来、穴八万宮と称するようになった。三大将軍、 徳川家光はこの話を聞いて穴八幡宮を幕府の祈願書、城北の総鎮語とした。歴代将軍がたびたび参拝し、八大将軍、徳川吉宗は1728年に四次の放送兵優祈願のため、ヤブサメを奉納した。ヤブサメはその後も四次誕生の際や役除け祈願として奉納され、穴八幡宮に伝わる。 ヤブサメ絵巻には1738年に奉納された竹千代誕生宿のヤブサが描かれている。江戸の庶民からも信仰を集め、特に虫風寺の祈祷は有名だった。1879年には皇太子のお虫風儀祷も行っている。1945年の東京大空襲で建物の多くを消失。1961年、 ご鎮座900年事業として本殿再建工事を開始。1989年、引き続き閉殿、廃殿工事を行う。1998年、随心門を室町時代の様式で再建す。なお、境内全域を古書をもとに、未だ再建途中。また、当時の一洋来服のお守りでも知られる。お守りを受け取れる期間は、毎年当時の日から、 翌年節分の日までであり、当時の日は特別に午前5時から受け取ることができる。なお、現在道神社は旧別島の法上寺と日本キリスト教団和瀬田教会と隣接しており、神道、仏教、キリスト教が町の一角で共存している状態が続いている。五木博之の著作には、和世田大学第一文学部に入学したばかりの五木が、 7 8万の床下で寝ていて追い出されたという記述がある。早稲田通りと諏訪通りの合流地点にある。ありがとうございます。